電池がないの？思ってたよ。どうなってた？事件ですか？事故ですか？あ、もしもし。もしもし。あ、お忙しいところすいません。はい。今、瑞穂区の、はい。荒川橋の駅から、はい。少し、ここは、ローソン100の前、店舗の前なんですけれど。100円ローソン？はい。うん。ね、おばあちゃん、名前はわかる？服部さん。服部？うん。本人、服部と申している、はい。おばあちゃん。女性なんですけど、はい。家がわからなくなってしまったと。あ、はい、今一緒にいてくださってるんですね。うん、私に声かけられ、はい、たまたま声かけられたものですから。はい、ありがとうございます。桃太郎書店さんの横のローソンですね。そう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 。そこの前ですね、今。うん、はい、わかりました。うん、ケスさんも川島さんで、お名前伺ってもらっていいですか？あ、私、と申します。はい。服部さんですけど、何歳ぐらいの方ですか？おいくつ？おいくつ？ 70、ちょっと手前ぐらい。まあ、それくらいだよね。70歳ぐらいですかね。70ちょっと手前がだかなっていう。わかりました。あ、なんかでも、はい、なんか首からぶら下げてるよ。あ、名前とかいっぱいあります。なんかぶら下げとるね。診察券だね。服部美智子、名古屋市総合リハビリセンターの、診察券ですね。わかりました。あ、今、ローソンの前にいらっしゃる？うん。昭和20年、生年月日が、昭和20年の11月の4日。4日前の方ですね。になってる。わかりました。すぐそこにね、交番があるんですけど、もしかしたら交番の中でも待ちいただいてもいいですけど。あ、まあ、交番に行ってもいいんだけど、外でいいですか？中入ってます。交番誰もいなげなんで、外でよろしいですか？うん、わかったわかった、ちょっとそこでお待ちいただいてもいいです？まあ、おばあさん待って、まあ交番はまあ人いないそうなんで、とりあえずここでおばさんと、話してるから、わかりました、じゃあ向かいますお待ちください。なるべく早めにお願いしますね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、失礼します。